はい、では今日はノワゼットさんを紹介したいと思います。ノワゼットのパンを作ってる旦那さん、お名前はジョナ・リオネル。ジョナ・リオネルさん、よろしくお願いします。ノワゼットさんは今8日と18日の2日間市に出ていて、このプレッツェルが一番人気のパンで、毎回すごくたくさんの行列がある人気のパン屋さんです。今日はその人気のプレッツェルのお話を聞いてみたいと思います。このプレッツェル一番人気のパンなんですけど、このパン本当に日本のパンと全然違って、皆さんこのパンを買う人が多いと思うんですけど、どんな特徴があるんでしたっけ。味は全然違う。はいはい、違います。全然違います。本当に塩っぽい。うんうんうん、で、毎朝、作ります、はい。作りますの時、お風呂に入れます。うん、お風呂は本当に塩っぱいの、塩っぱいのお風呂。で、その後は焼きます。はいはいはい。そうですね。お風呂なので、多分塩水に入れるんですね。塩水の入った鍋に入れて、で、それを焼いてるので、こんな色になるってことですね。でちょっと塩っぽいので、朝ごはんにもぴったりだし、おやつにも食べれるし、うん、そう、ビールとも、ビールとも合う。あそうですね、ビールに合いますね。なのでうちもこれを買うとたくさん買って冷凍して、で朝解凍して食べたりしてます。ありがとうございます。はい、そうか、塩が特徴ですね、うん、塩。はい、であと、小麦粉もフランス産の小麦を使ってるんですよね。はい、そう、本当にシンプル、はい、小麦粉と、卵、牛乳、塩と酵母だけ。このプレッツェルもこのパンと、あとチーズのパンがありますよね。チーズが乗ったプレッツェルと。そう、スイスチーズ。スイスチーズ、白熱、はい、それはもうスイスから取り寄せてる。スイスから取り寄せての2種類があるんですね。はい、わかりました。なのでノワゼットさんはこのパンが一押しです。もう一つがこれですね。このノワゼットの名前がついたノワゼットパン。そう、はい、それお店の名前です。お店の名前ですよね。これはどんなこだわりが、これも結構シンプル。味はヘーゼルナッツ。ヘーゼルナッツ。ノワゼットの意味はヘーゼルナッツ。ヘーゼルナッツっていう意味なんですね、ノワゼット。なるほど。じゃあヘーゼルナッツがいっぱい入った。いっぱい入ってます。へえ。でこれもシンプルに、これも塩、お塩が特徴ですか。塩、あまり入ってない。うそう、半分は生地、半分は、ヘーゼルナッツ、ヘーゼルのもの、はい、でちょっとシナモンも入ってます。で甘いパンですね。甘いパン、はい、なるほど、わかりました。じゃあこれも、これは2番人気かな。多分そうね。多分、グリエール、グリエル、スイスチーズのパン、はい、はい、あ、わかりました。でチーズももうスイスからのチーズなんですね。スイスチーズ、うん、そう、全部のチーズとスイスから、持ってきますね。わかりました、ありがとうございます。ございます。で、ノワゼットさんは今年の春に常滑で新しいお店を開きます。はい、4月からオープンします、はい、と5月から、カフェもオープンします。カフェもオープン。カフェも、はい、5月から。じゃあパンも食べれて、パンも買えて、パンもその場で食べれて、コーヒー飲めたり、今年の春にオープンします。で、ここには8日と18日の2日間来てくれていますので、ぜひ、門の下、門の下が定時ですね。門の下にいます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。